サージョン・コッククロフトは、イギリスの物理学者である。原子核に容子を衝突させることにより、核変換を初めて実現した。1951年、アーネスト・ウォルトンとノーベル物理学賞を受賞した。トットモーデンに生まれた。マンチェスター大学で数学を学び、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジで数学の学位を取った後、アーネスト・ラザフォードの下で研究を始めた。 1928年からアーネスト・ウォルトンとヨーコの加速実験を始めた。1932年リチウムに加速したヨーコを衝突させて原子核の変換に成功した。元素を人工的に別の元素に変換させた最初の実験である。彼らの加速器に用いられていたコッククルフト・ウォルトン回路は高電圧の直流を発生させる手段として、 物議実験以外にも多くの応用を生んだ。1936年王立協会フェロー選出。第二次大戦中はレーダーの分野で働いた後、1944年にカナダの原子力プロジェクトに加わり、モントリオール研究所、超クリバー研究所の所長となった。1946年にイギリスに戻り、ハーウェル研究所を設立し、 イギリスの原子力利用を推進した。アエレの初代の所長となった。1959年からチャーチルカレッジ学長。1961年からオーストラリア国立大学総長を歴任した。ありがとうございます。